八王子城豊田店さんの昭和サイズがこちらは19センチです。お願いします。はい、19センチ昭和です。はい、丸天の3段の鯉です。しっかりお止めも切れているし、この2段目と3段目の間の間ところに、はい、ついでに横行きます。はい、非常に大きな炭が入っています。はい、こちらも、はい、はい、こちらの炭が、このように壺に入ってくると非常にものすごい昭和になってくると思います。はい、ドライブセミナーの方です。炭が出てきてますね。はい、まずこの声も結構伸びやかな体型をしているので、縦声にも十分向く声だと思います。後ろも見せてもらいましたっけ。まだですね。見せましたよ。はい、はい、少しアップしたいと思います。この先にも墨ありますしね。はい、はい、だいぶ墨が出てきてます。この鯉のオスには今回夢店出て本店から夢店で出ていたオスの兄弟子がついています。非常に大きなる血統なので、この鯉も一つ上の同じ組み合わせがいるので、本当に小悪にも負けない、伸び方をしています。メスは何ですか。メスはこれブッダです。はい、はい、どうでしょうか。こちら第2塩井城さんの昭和サイズの方が19センチです。ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。